はい、どうもエアコン屋の寺くんです。はい、今日なんですけれども猛暑の夜のエアコンの使い方ということで、どうですか皆さん、最近寝るとき寝苦しくないですか？俺は寝苦しいです。いやーもう厳しいよね、暑くなってくると夜。なんで夜ってあんな暑いんだろうね。うん、しかも寝る寝室に限って暑いよね。まあいったなと思って、窓とかね、全開とか少し開けた状態、まあお部屋2階なんで窓とか開けた状態にしてね、少しね開けた状態、風流れる状態にして家出て帰ってね、うん、寝るってなった時、自分の部屋に行くともう暑いんですよ、ムシムシって。窓開けてたのにこれかみたいなね。うん、寝る時ぐらいはちょっとやっぱ快適に寝たいわけなんだよね、せっかくエアコンもつけてることだし部屋にね。はい、ということで寝る時のまあ快適な環境っていうのにね、それをエアコンはどういうふうに使ってあげればいいのかっていうのを今日お話ししていこうかなと思います。はい、別に自分自身がねこう寝るに対するスペシャリストで今日ご紹介するっていうわけじゃないんで、快適環境っていうのがどういうものかっていうのをちょっとネットで拾ってきてます。その中でエアコンっていうのはじゃあこういうふうに使うといいねっていうエアコン屋さんからの観点としてのお話をさせてもらいますんで、皆さんまあ参考に聞いててください。はい、ということでこの6項目、寝るときっていうのはこの6項目が自分にとってベストであったときに最高の快適な環境になると、うん、いうふうに書いてありました。はい、ね、書いてありました。この中でじゃあ、はい、エアコンで解決してくれるのはどれでしょうと言った時に、どうでしょう中の人、エアコンで寝具っていうのはいいものになりますか？関係ありますか、エアコンと寝具は？あります。ない。ということで今日はこの辺で。寝具っていうのはベッドとか寝る環境、まあ、ハンモックとかそういうことだと思うんですけど、これエアコンはまあ関係ないよね。うん、エアコンの使い方で寝具っていうのはちょっと解決しないのでこれは関係ないですと。うん、あと体質、着てる服、着衣、これに関してもエアコンは関係ないところですね。うん、自分でこうパジャマの質を調整してくれとか、うん、あと体質っていうのはまあちょっとね人によってあるものなんで、暑がり寒がりの人いるでしょうからね。うん、そのあたりはエアコンではちょっと関係ないんだけれども、この3つはね、温度、湿度、気流、この3つに関してはエアコンでなんとか快適空間を作り出せる3つになってます。はい、じゃあどういう使い方をしたら、エアコンをどういう設定にしたらこの3つがベストな状態になるんでしょうかっていうのを今日勉強していきたいと思います。はい、ということでじゃあ次からはエアコンの実際の使い方に入っていくんですけれども、寝る時のエアコンの設定ってもう神の使い方、もう黄金比みたいなのがあるわけなんですよ。実はそれちょっと教えちゃいますんで、うん、それね、ちなみに言い方的にはこういうふうに言います。2段階設定、こうズバリだね、2段階設定。うん、寝てる時、まあ、朝起きるまでの間もうずっと同じ温度をピッてつけてて、それで寝ててください、それが快適ですっていうわけじゃ実はないんですよね。うん、2段階の設定があるんです。寝り入るまでと寝てからの温度の調整、うん、っていうのがあるんです。はい、これについてちょっと教えていきたいと思います。まずですね、就寝、寝る前エアコンをね一回つけておくんですよ。寝る前ですよ。寝るね、だいたい1時間くらい前でいいです。寝る1時間くらい前に、25度、はい、つけておくことが大事になります。はい、部屋の中、さっき俺ね自分でほら家に帰ってきた時に部屋がジャッと開けたらもうムワーンってすると、うん、でもなんか歩いててベッドの周辺に行くとムワーってしなかったりとか、扉開けた瞬間ムワーってするんだけどっていうのが結構あるんだけど、部屋によってもね、暑い部分そうでもない部分っていうのって、部屋ってこうまばらなんだよね。窓際みたいに直接こう日当たってくるところってすごく暑かったりするし、うん、なのでまず部屋の中の温度を一定の、しかもちょっと冷たいぐらいの温度に保ってあげる、寝る瞬間にね。うん、なので寝る前1時間ぐらいに25度っていうちょっと冷たいぐらいの風を1時間かけておいてください。はい、そうすることによってガチャって扉を開けて部屋に入った時にね、おおいいね、ちょっと肌寒いぐらいだね、いいねっていう空間が出来上がってるでしょ。う
人って寝るとき体温ってこう必ず下げないと睡眠に入っていけないんですよ。睡眠に入っていけない。それをエアコンでまず1時間前にやっておきましょうと。はい、ここからです。ベッドに入りました。布団かけます。寝るっていう際に26度から28度ぐらいに温度を変更して実際に目をつぶってあげてください。はい、ここちょっと開きあるけど、これは体質の部分と一緒だね。暑がり寒がりとかねあると思うので、その部分で徐々に変えてあげてもいいと思います。25度から最初8にしたら、ちょっとまだ夜寝てるとき暑かったな、起きちゃったっていう場合は27にしたり26にしたり、そうしてもらっていいんで、このような形で2段階の設定をしてあげる。寝る前1時間25度をかけて部屋を冷やしておいて、布団に入って実際に寝ますというときはもう26から8に変更。これが快適に寝るためのエアコンの使い方になるんです。体のことを考えた使い方ですね。はい、電気代のことを考えた使い方じゃないからね。体のことを考えたエアコンの使い方になります。でもね、エアコンって結局自分が快適な空間を作るために使うものなんで、俺はねこういう風な使い方してあげていいと思いますよ。うわ寝づらいわ、寝にくいわって我慢してね、エアコン使わなかったりして次の日不調になったりとか、そういう風な睡眠不足ってなると今度熱中症とかにねつながってくるので、このね夜の猛暑の時なんてね特にエアコンっていうのは使ってあげてください。はい、でこれを自分で今俺やるように話したでしょ。1時間前にピッて押したり、寝る時に26から28にしたり、これを全部勝手にやってくれるのが、今まで何度か話したことあると思うけど、お休みモードとか快眠モードっていうボタンがリモコンにある方、それはこれを勝手にやってくれてるんです。じゃあそのリモコンに、自分が今使ってるリモコン見てみて、ついてないと、お休みモード、快眠モードもついてない、どうしますかって言ったら、自分でこれをやってあげればいいと、これを自動でやってくれるボタンですよっていうことなんですね。はい、2段階設定でした。やっぱ寝始めてからはね、ガンガン冷たくしちゃうと、なんかお腹冷えたりとかね、朝起きた時になんか変なとこむくんでたりとか、変な疲れ残ったりすることがあるんで、そういうのをなくすようにするために、勝手にね寝始まったら温度を少し上げてくれて、それをキープしてくれるっていう運転をねしてくれる。これがまあ2段階設定、2段階の運転になりますんで、皆さんもぜひ参考にしてやってみてください。はい、でさっき気流もね、丸っていう話したんですけど、まあエアコンに関しては風、今こうね吹き出し口こうずっと自動で動かしてくれて、いろんなところに風行ったり、自分にねこう当て続けるの良くないんで、そういったところでこういろんなところ、まあ一番いいのはね、一回壁とかに当てるかのように、全然向き違うところに当てといて、回ってきた風がね体に当たるっていうのが一番いいんで、あとまあエアコンの角度的にちょっとどうしようもないっていう時は、これね実は使いながら一緒に扇風機もね壁に向かって回したりなんかすると、気流っていうのを自分で調整できるんで、そういった形で快適な風がね当たりながら寝るような環境っていうのを作ってあげると、もう超快眠できるわけなんですね。はい、なので皆様も参考にしてみてください。はい、ここでねよく質問来るんですけど、あれデラ君、私昔からエアコンなんか使って寝たことないよって、昔私がちっちゃい頃はエアコンなんか使わないでも夜寝れたけどな、これ結構いらっしゃるでしょ皆さん。うちもそうです。うちも実家昔に、自分が小学校とかの時なんてエアコンなんか使わなかったもんね。今ってもう本当必須じゃないですか。一家に1台と言わず全部屋についてたりもするでしょ。でも昔ってエアコンなんかうちでは1台も買いませんなんて、ついてませんっていう家も全然あったし、だからつって夜もう寝れないくらい暑いっていうことはなかったわけだよね、扇風機回してれば。なんで今こういう風になってきたのっていうと、やっぱりもう異常気象ね、やっぱ温暖化で気温が平均的に上がってきたりとか、あとはねお家の性能っていうのがね上がり続けてるっていうのも実はあるんですよ。上がってんだよ、下がってんじゃなくて、断熱性とかねすごく良くなっちゃって、最近のお家って熱がねもう逃げにくいんだよね。熱が逃げにくい、そういうお家、しっかりとした作りのお家っていうのが増えてきちゃったので、寝るときにねもうエアコンっていうのはもう必須になってくるのかなと
思います。なのでこれを機にね、皆さんも今までエアコンなんかなくても大丈夫だったわ、大丈夫だったよっていう方もエアコンっていうのの導入っていうのは検討してみた方がいいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、今回エアコンの、まあ、快眠するためのエアコンの使い方ということでお話しさせてもらったんですけれども、まあ、今回、こういう話だったんですが、いつもね、うちではエアコン工事の他に電気工事やったり、お家のね、住宅の設備工事、エコキュートとか、給湯器とかね、そういったもの、本当に何でもやります。水洗とか、トイレのウォシュレット、トイレの便器の交換とかもやってますんで、何かね、こう気になること、質問とか、あとこういうのどうなんですかっていうのを聞きたいことあれば、ぜひね、コメント欄に書いていただいて、いろんなタイプの動画出してますんで、興味ある方はぜひね、チャンネル登録もしてみてください。ね、次の動画作る励みになりますんで。はい。あとですね、うちでは、一人親方の方、を応援しているようなね、塾っていうのもやらせていただいております。その塾の中ではね、もう簡易的にもうほんとタダで参加できる1ヶ月に1回やってるね、ミニセミナー30分ぐらいのね、ミニセミナーみたいなのもやってるんで、よかったら興味ある方ね、ぜひ概要欄にリンク貼っておきますんで、こちらから見てみてください。ぜひ参加してみてくれてもいいかと思います。はい、ということでね、デラクルでした。今日はこの辺りで、バイバイ。